じゃん。なんかすごいね、まえはちゃんからもめっちゃお高いスキンケア用品もらって嬉しいです。ちょっと頑張ります。22歳頑張ります。あ、オイルね、なんか朝起きたら漏れてて、あれ液漏れしてたからこっちに変えました。やっぱりちゃんと封できてよかったです。で、あおいちゃんもくれました。かわいい、これあれ、かわいいやつが取れてる。あ、違ったほら、かわいい。そう、私が最近ハマってるの知らんかったけど、そう、私が最近食べてたからって言って、なんかめっちゃ美味しそうなポップコーン、グレだ、めっちゃ美味しそう、黒糖キャラメル、絶対美味しいし、なんかおしゃれなのと、私の好きなっていうか、私キャンドル好きなんですけど、アロマキャンドルくれました。ムスク&ローズウッド、いい香り、嬉しい。でも使えない、嬉しすぎて。ちょっとこういうのってさ、使えないよね。めっちゃいい匂いするんです。枕元に置いとこうかな。ありがとう。そして入浴剤4個、じゃん、野原とスイートピーの香り、あ、これはパックなんだ、知らなかった。ほのかに甘い野いちごとカモミールの優しい香り、絶対いい匂いじゃん、めっちゃかわいい。そして、すがすがしく懐かしい石鹸の香り、おお、バスソルトだ。流れる雲はミルク色、あとこれ、これもバスソルトだ。週末のレモネード、爽やかな蜂蜜レモンの香り。なんかこれがめっちゃ私っぽいって言ってくれて、なんかみちゅってレモネードって感じって言われたんですよ。レモネードっていうイメージってどんなものなんだろうって思ったんですけど、そう、葵ちゃんは私にレモネードのイメージを持ってるらしい。でもなんかレモネードって甘酸っぱい？甘酸っぱいって書いてた今レモネード。え、あれですか、今日の7時半からのやつで言ってた、それ私。そしてここから、あ、水とお茶も持って帰りました。パクってきました。レモネードってレモンと蜂蜜のやつじゃないでしょ。レモンと蜂蜜のやつは蜂蜜レモンでしょ。じゃーん、ここからじゃじゃーん、届きました、青いひまわりグッズ、自腹で買いました。ちょっと外そう。これはもうなんかね、大きいサイズ買ったんですよ。大きいサイズがいいなって思って、スターちょっとでかかったかも。
今日のお洋服と合わせて写真を撮ったんですよ。って見たんで、また載せるんですけど、なのですが、ヒロヨン、ヒロヨンさん、ヒロヨンさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。本日誕生日なんですが、例の調子はいかがですか。テンションの調子、センスの調子。2月19日から2月20日から仕様が変わりまして、私からのチッスになりました。ありがとう、おめでとうございます。ヒロヨンさん、やっぱりやっぱりあ、でもね、なんか調子は良かったんですよ、センスの。でももう結構ガタが来てて、最後のなんか振り絞ったなんか調子の良さって感じだったので、そうです。おめでとうございます。素敵な一年に。なんかもっと髪切りたくなってきた。腕時計もつけてないよ。じゃん、クロバーちゃん、まあこっちの方が普段使いはしやすいのかな。でも、まあ、センスあるっちゃあります。ここになんか白の方がおしゃれに見えるって言われた。黒の方が無難に合わせやすいし、なんて言うんだろう、目立たずっていうか、なんかね、やっぱなんか白はおしゃれ上級者の感じもするから、そうっていう話を福ちゃんとしてましたね。落ち着いてる。そうそうそう、これは私が描いたまんまプリントしてもらいました。青いひまわりです。チャンネル付けてもらってるし、よかった。こんな感じ。そうですね、白の方が刺繍とかも目立ちやすさはある。結構隠れるからいいですね。
確かに暑い。黒も買ったけどなんか似合わないかもと思って。大丈夫ですよ、きっと似合う感じ。前髪がなんだかうまくいかないわ。でじゃん、私がやってた、私が着てた紫の T シャツ、これねタグがかわいい。何サイズじゃろこれ。 L サイズだ。でっかいサイズ頼みました。そうそうそう、着てたやつ。おお、じゃん、ビッグパーカーじゃない、ビッグロンティー、これも L サイズ、ブルーサンフラワー。はい、あの背中が可愛いやつですね。絶対可愛いと思う。ボブに似合いそう。まあ何にでも似合うんですけどね。続きまして皆さん注目です。じゃじゃーん、届きました、セーターティー。私 L サイズ欲しかったな。 M サイズ。結構あれなんだね、お腹周りにくるんだ。邪魔くん、もうちょっと上なのかと思ってたし、結構でかいね邪魔。なんか線ですなって感じがする。皆さんには24に発送ですね。だから明日発送されます。私は本人なので早いです。なんかノーモアハッピーバースデーってさ、これ以上ない誕生日っていう意味だと思ってたんですけど、そう、なんか多分英語勉強してる人からもう誕生日なんてもういらないみたいな意味だよって言われて、え？そうなの？みたいな。まあ確かにもう私永遠22歳でいいから、まあ合ってるっちゃ合ってるから、まあいっかって思いました。だからファンキーなロックな T シャツになりました。しかも私が描いたまんまの字体なのでおしゃれ。多分届いたら分かりますけど、ハッピーの H がかっこいいですあとハッピーの Y とバースデーの Y の書き方が違うところもポイント。自分の英語結構好きなんですよね、自分で。ノーモアの M と O がちょっと被っちゃったるけど、ご愛嬌って感じ。そう、引き体ではないんですよね。私が書いた英語です。だ、なんかね、私がこれを見てたんですよ、こうやって。そしたら「なんですかこれ、かわいい」って言って、
レジーバースデーから引用してると思ってました。そうですよ、ド引用しました。何ですかそれって言われて、これ私の生誕だよ、生誕ティーだよって言ったら、欲しいって高尾のサーヤンが言ってくれた。なんかこういうね、こういう服が好きなのって、こういうデザインが、なんて言ったらいいんだろう、ちょっとこういうヘナチョコな感じのデザインがね好きらしくて、欲しかったって言ってくれました。こんな感じ。でかいね意外と。 M でも上から着れるぐらいのあれですけど、あれがでかい、このチャマのプリントが。ねえ、ちょも大きいわ。いいんじゃない、でもなんかドドンと可愛いんじゃない。しかもなんか この感じがいいですね。なんかど根性ガエルの邪魔バージョン、そう、邪魔です、邪魔です。って感じです。どうでしょうか。いいんじゃない？うわあ、なんかいいじゃん。多分27日こういう格好の方がいらっしゃると思います。こんな感じです。これの紹介でした。巻き歯が舞えるね、かわいい。携帯の充電切れてた。下に着るの結構おすすめですね。今パジャマなんですけど、パジャマっていうか部屋着。もう買えない。会場で売ってほしいよね、同一。黒となったら。でもさ、黒に白のさ文字だから統一感めっちゃありますね。これこれ、こんな感じです。そう、黒のバキハと白のバキハで全然イメージ違うから、なんか被りやすさっていうかね、デザインも一緒だけど色が違うだけで修行よね。今村生誕ってそんなおしゃんな雰囲気なんですか。え、おしゃんな雰囲気でした今。まあ着てる人がおしゃれだからそうなっちゃうんですけど、でも私ね、私の T シャツに
私がデザインした帽子をかぶっていくだけでじゃあおしゃれになるっていうことですよ。まああと白のロンティーとか下に着たりしたらもう一緒。出せば映えるし、あネックレスがすごく映える T シャツだな。ここら辺にデザインがないから、あらそんなところまで計算してるんですか。写真撮ってみよう。でっかでっかいわ、なかなかでっかいな。でもなんとこんなに配信で言うじゃん。どっちも買えないんですよね。もうそんなことあるって、買える時に私に渡してくれたらもっとさめっちゃ可愛いじゃんみたいな言えるのにさ、もう買えないからね。普通はさ販売の時にさもらってさこう宣伝したりしないのかな。まあしょうがないよね。買っといて正解だった、えらい。えらいっす。かわいい、このパッとしない顔みたいな感じが。な、けん、2回ぐらいはツイートしたよね。してないっけ。ねえ、生誕祭で物販あったら、みなみん時あったよね。でも生誕 T の復刻最近あったじゃないですか、あのユミリンみたいな。ユミリンだからなのかな、わかんないけど、そうなんですよ、最近あったの。前髪が死んでいる、死んでいるよ。明日はちょっとお仕事で髪の毛内巻きにするんですよ、多分初めてのうち。まあそんなにうちにはしないと思うんですけど、だからちょっと不安っていうかドキドキが募るんですけど、ドキドキしながら寝ます。写真もまあそのお仕事が終わった後にね写真も送りたいと思います。ねえ外羽しかまだやってない。あとはあのなんだ普通に送った写真、あの載せとったさ写真とか、どれがいいかな。こういうのとかは巻いてないから、もうお風呂に出てすぐみたいな写真なので、これも巻いてはないんですよ自分で。これも巻いてない。まあでもこんな感じになるのかな。こんな感じ。まあでもメイクさんがしてくれるのでね、私の力量じゃないので大丈夫でしょう。ということで
明日を待ちたいと思います。それでは男女を見ます。13位 MK さん、12位長谷川さん、11位ゆうじさん、10位チョコミントさん、9位坪井ゆうすけさん、8位キュイーンさん、ふぶきゅんふぶきゅん7位ニーナリンゴさん、6位トミコさん、5位ヨットさん、4位ライザンさん、3位ジャストミトさん、2位おー13位ユージさん、12位チョコミントさん、11位ブルーさん、11位ツボユウスケさん、9位キュイーンさん、8位ナッカンさん、7位ニーナリンゴさん、6位トミコさん、5位ヨットさん、4位ジャストミトさん、3位テリーピーさん、2位恐ろしいゴリラさん、そして1位はドゥルルルンジちゃん、ライザンさんでした。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジちゃん、マッサージさんでした。ありがとうございます。ありがとう。顔には気をつけて。ありがとう。みんなも顔に気をつけて。それではまた明日ね、楽しみです。お話しかありがとう、来てくれた方、また話しましょう。バイバーイ、ありがとうございました。うん、ありがとう。歌唱力ありがとう、見てくれて方。